はい、どうもどうも、じゅんです。今回はね、2画面ではなくてね、3画面ね、同時対決なんですけども、なんとね、純鉄チャンネルね、初めてのね、関西編ということでね、まあね、まあ有名でもあるんですけどね、競争の激しいね、京都大阪間、ここはね、まあ、JR もあり、阪急もあり、京阪もありということでね、このね、3つの路線をね、比較していきたいと思ってます。ただね、新快速、JR のね、新快速はね、圧倒的に速いのは分かってしまってるのでね、どれだけの差がね、つくのかなってところね、ポイントでね、見ていただければと思います。京阪はね、プレミアムカー乗ったんですけどね、すごいゴージャスでした。ルート説明入ります。1本目はね、JR ルート、京都からね、大阪、京都線ですね、新快速乗車いたします。途中停車駅はね、たったの2駅の高槻新大阪、走行距離は 42.89 で一番ね、路線も短いです。2本目はね、阪急ルート、京都河原町からね、大阪梅田、京都線で特急に乗車いたします。はい、途中停車駅ですけども、烏丸、桂、長岡、天神、高槻市、茨城市、淡路、十三の7駅で、走行距離がね、 47.7km で、 JR 路線よりもプラス 5km ぐらい長いです。本来ね、快速特急ね、京都レインがあるんですけどもね、現在運休されてましたので、特急でしたらね、本数すごい走ってますので、こちらの方で比較していきたいと思います。はい、3本目、最後はね、京阪ルート、祇園市場から淀屋橋、こちらね、快速特急楽々、こちらの方に乗車いたします。途中停車駅は、七条、京橋、天満橋、北浜の4駅になります。走行距離はね、一番佐野線長い 48.6km になります。まあ、京阪はね、スピード的に、ね、ちょっと不利だっていうことがね、もう有名になってますので、まあ、特急ではなくてね、あえて快速特急、一番最速の速達列車で挑戦しようと思ってます。はい、それではね、動画に行きましょう。出発進行。はい、全路線ね、始発駅をね、スタートしました。自分ね、関東の人間なんでね、関西をよくし、まあ慣れてないのはありますんで、もしかして駅名とかね、こう読み上げてる時にね、ちょっともしかしてイントネーション違うかもしれないです。そこはね、勘弁してください。阪急ルート烏丸停車、京阪ルート七条停車、はい、JR ルート西大路通過、JR はね、今桂川を渡りましたね。はい、JR ルート桂川通過、京阪ルート東福寺通過、 JR 向こう町通過、阪急ルート西院通過、京阪ルート鳥羽街道通過、阪急ルート西京極通過、京阪ルート伏見稲荷通過、 JR ルート長岡京通過、京阪ルート龍谷大深草通過、京阪ルート藤森通過、阪急ルート桂停車、京阪ルート隅添え通過、JR ルート山崎通過、京阪ルート丹波橋通過、京阪ルート伏見桃山通過、JR ルート
芝本通過、阪急ルート洛西口通過、京阪ルート中条島通過、阪急ルート東向こう通過、阪急ルート西向こう通過。まあね、京阪の快速特急なんですけどね、夕方からね、もう夜にかけて運行されてるので、もうちょっと暗かったんですよね。ちょっと画面が見づらくて申し訳ないです。阪急ルート長岡天神停車、 JR ルート高槻停車。やっぱね、JR の新快速早いですね。もう高槻まで来て、もう半分ぐらい来ちゃいましたね。京阪ルート淀通過、阪急ルート西山天王山通過、JR ルート摂津富田通過、阪急大山崎通過、京阪岩清水八幡宮通過、 JR 総持地通過。いやね、岩清水八幡宮ってね、駅名がね、改名されてたのね、知らなかったっすね。 JR 茨城通過、京阪橋本通過、阪急水瀬通過、阪急上目通過、 JR 千里丘通過、JR 岸辺通過、京阪葛葉通過、JR 吹田通過、京阪牧野通過、阪急高槻市停車、JR 東淀川通過、京阪御殿山通過、JR 新大阪停車、阪枚方市通過、阪急富田通過、阪急総持地通過、京阪枚方公園通過、阪急茨城市停車、京阪高禅寺通過、京阪郡園通過、阪急南茨城通過、 JR ね、大阪駅到着、京阪寝屋川市通過、阪急摂津市通過、
阪急正寂通過。江阪茅島通過。阪急愛川通過。京阪大和田通過。阪急上新庄通過。京阪古川橋通過。門真市通過。京阪西山荘通過。京阪ね、こっからね、あの有名な区間ありますね。もう駅間が短い、いっぱい駅出てきます。阪急淡路停車。京阪森口市通過。京阪土井通過。滝井通過。阪千林通過。阪森高地通過。京阪関目通過。阪急宗善寺通過。京阪野江通過。阪急南方通過。京阪京橋停車。阪急重曹停車。阪急はね、今湯戸川ね渡ってます。ラストスパートです。阪急中津通過。京阪天満橋停車。阪急大阪梅田到着しました。京阪北浜停車。京阪ね、この京橋からね、終点までがね各駅みたいに止まってしまうんでね、ここでね損してますよね。せっかくね七条から、京橋はノンストップって歌ってるんですけどね、ここで大きなロスですね。はい、京阪淀屋橋到着いたしました。これで全てね3路線到着です。はい、結果としましてね、 JR の新快速、27分54秒、阪急ですね特急42分34秒で、京阪の快速特急楽々ですね45分50秒というタイムになりました。予想通りね、新快速は圧倒的な速さを見せつけました。どれだけね差がついたかとね画面に表記させてもらってるんですけども、まあ、新快速に対してね阪急はプラス15分、京阪はねプラス18分もかかってしまっていると。で、料金の方ですけどね、JR570円、阪急400円、京阪420円とね、料金に関してはねやっぱり JR がね高いというところが出てますね。